わけですよね。ちょっとあえてホルンの世界から話を広げると、この息の向きが下ってことは、唇ね、見える唇唇本当は唇は赤で描いたものだ。息の向きが下ってことはマウスピースが中で上唇が割れるのは頬が多いぞ。上唇っていうのはこの辺も含めてなんですけど、まあ、大雑把に言うとこういうような当たり方してる人は息が下向きになるわけですね。でもホルンの世界で、これちょっと古い考え方なんですけど、こういう区別をする概念があります。アンゼッゼン、アインゼッゼンってドイツ語なんですけれども、これはマウスピースの当たってる位置が、この下のリムが唇の唇から青で書いてて赤いところね、赤いところのよりこう出てた下リムが、白いところに当たってたらアンゼッゼンって言い方をするんですよ。昔はトロンボーンの世界でもちょっとこの言い方あったかな、どうでしょうね。でアンゼッゼンっていうのは、まあ、こんな感じ、極端に言うと下唇の赤いところに当たってる。でこっちがダメだっていう論調があるんですよ。だから見た目上ホルンの場合、マウスピースのリムの下側のところが下唇のこの赤いところ、白いところの境目より上に当たってると嫌がる先生たちとかいる、有名な先生とかでいるんですよ。で、そういう生徒が来たら下げさせるってことが結構多かった。それで老けなくなる人って結構いたんですよ。で、僕からしたら老けなくなることをなぜするという、いまだに理解できないんです。半分ぐらいの人が老きにくくなってるのに、なんで名教師って呼ばれるのか本当に不思議でならないっていう感じで、こういう話をすると時々なんか変な反論めいたものをもらう時があるんだけ ど, どう何回読んでも、で老けなくなった人はどうするのっていうところがに触れられてて、だからちょっと、まあ、難しいところなんですが、これがダメっていうような考え方だから、ホルンの世界だとこの考え方に基づくと、マウスピースもっと下にしなさいって指導する人もいます。まあ、ある指導する流れがあったりしますが、一方で、マウスピースがこういう感じで当たってたとしたら、これ下唇の方が多いですよね。で息の向きは今度上向きになります。下唇の方が多いのは間違ってるっていう考え方とかメソッドの影響も強いんですよ。じゃあこれどっちの言うことも聞いたら、もう当てられるとこめっちゃ狭くなるじゃないですかどっちやねんみたいな話になるんですけど、なんていうのか、当たってる高さによって合ってる間違ってるっていうのは決められないっていうのが、僕が今日皆さんにぜひこう提示したい考え方なわけですね。見た目上唇の赤いところ白いところにそんなに本質的な差はあるのかって言われたら、そんなことを示す別に根拠ってないんですね。赤い白いぐらいなんで組織としては色は違うけどほとんど同じですから、赤い部分と白い部分ってこの表面のね。で筋肉は赤い部分白い部分区別せずに、もっと周りにこうボテッと唇の筋肉ってありますから、表皮の赤白を除いたら筋肉上とか骨上では赤白の区別ができるとこってないんですよ。じゃあなんで赤白で言い悪い決めるんだろうって、わからない、アメリカ人にはわからないドイツ人で言っても仕方ないですけどっていうのが、まあ、あるんですが、これね伏線でして、
トランペットの世界だと粘膜奏法って言葉が出てくるんですよ。粘膜奏法、粘ってコンコメ合ってるよね。マークかけるかな、ギリギリかけた。粘膜奏法、粘膜奏法、これはどういう考え方かっていうと、今よく見かける粘膜奏法って言葉の元に見かける考え方は、唇がついに当たれたりだあって、これ特にトランペットの世界でよく聞くんだけど、この上唇の赤いところにマウスピースが当たってたらダメだって、この吹き方じゃ上手くならない、こんな感じね。まあ、これは大概あの下唇の方がマウスピースの中で多いので、息が上向きの人たちなんですけど、これダメっつってマウスピースを上に当て直させて吹けなくなる人がいっぱいいるんですよ。だから僕は分からない、吹けなくなる人を生み出してまで確率的にやって楽しいですか、楽しいんでしょうねよく分からんけど、これを粘膜奏法っていうんですが、これは こっちのホルンの世界の、特にドイツにある昔の考え方のただの逆バージョンなわけですね。ホルンだと下唇の赤いところに当たってるのを見て、ダメ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 って言ってくるわけですよ。でトランペットだと上唇の赤いところに当たってるのを見て、ダメダメダメって言う人たちがいるんだけど、全部あんまり根拠ない。で眺めてると、あるいはレッスン来てくれる人たちの話聞いてると、それを変えようとして、このこういう考え方に基づいて自分の吹き方をね、吹けなくなっちゃった、すごく吹きにくくなったっていう人がいっぱいいるので、例えばこれは若い人たちへの、あの予防知識として今教えてます。多分言われる日がなんかあるでしょう。親切な先輩、すごい先生、敵などなどけど、その時に思い出してもらったり、なんかいろいろ言ってるけど、なんか唇の赤と白でえらい境目作ってるだけであんま根拠ないぞとって覚えておいてほしいですね、身を守るために。でも粘膜奏法あるいはアインデッゼンが良くないとされる実は理由は、実はちゃんとあるんですね。ここまで引っ張っといてあれなんですけど、粘膜って言葉がヒントになって、ここ赤いところ粘膜だって言い思っちゃってる人が多いから、この辺の誤解が出てるんですけど、違うんですよ。粘膜は唇の内側のここなんですね。だから本当の粘膜奏法は横から見た唇から、なんかちょっと漫画みたいな唇が描きますね。こういう、チューするだけだ。なんかあるよね、昔のアメコミとか、ブチョブチョブチョみたいな。ここにマウスピースをこう置くような感じ。めくり出した唇の内側にマウスピースのリムを置くという、少ないです、そういう吹き方してる人は。あんまりいないです。時々いるけど、あるいは、これ上であれ、下であれ、ここに置くとかね。めくれた唇の内側にリムを差し込んで固定して拭くっていうのが粘膜奏法であり、それは確かに不利な場合が多いんです。変えた方がうまくいくことが確かに多いと私は考えます。だからアインゼっていうのは良くないの、もともとはこれのことを言ってるんだろうと。でもめくり出した唇の内側に当てると、当てる拭き方は直した方が、結局っていうか実際僕もあの簡単に直せるんですけど、あの直した方が、慣れないけどすぐ拭けるような、慣れるまでは時間かかるけど、拭いてる感覚自体はすぐ改善する場合が多いので、もともとはこれの話だったんだなっていう、だったんだろうなっていうのが僕の推測です。それがこうなんか話が変わって、何を基準にしてるのかで、その感特定の考え方に基づいて施した、指導というか、強制によっていい結果が生まれてるのかそうじゃないのかっていう部分をなんか見なくなって、
考え方だけで当てはめていっていった時にいろいろ問題が起きるんだろうなと考えてます。そう、はいはい、正しい一言だけ、新生粘膜奏法でもめちゃくちゃうまく吹けてる人はいないわけではありません、ね、そういう場合は変えない方がいいかも。だから実は僕もまあこうなってる人がレッスンに来たら、ただね、年に4人ぐらいかなあったらめくり出した唇に当ててるので、要は唇がめくり出ちゃわないようにしとけばいいだけなんですよ。なのでどうするかっていうと、拭いてる時の唇の感じちょっとしてみてください。マウスピース当てずにでキュッて力が入れる、そうするともうめくれないですね。そういう唇にマウスピースいつもの場所に当ててくださいってなると、もうすぐ治る。だけど、どっかで僕も頭の中で覚えとかなきゃいけないのが、新生粘膜奏法でもめちゃくちゃ老けてる人ってまれだけどいるから、直してみるときも必ず老けて、でももしかしたらこの吹き方の方がいいかもって可能性は忘れないようにしとく感じです。失礼しました。すいません。いや、なんか唇とマウスピースの関係性がそれぞれ個人で一番いいっていうのがいろいろあるんだろうなっていう理解をしたんですけど、少なくない先生たちが、ああ、綺麗なアンブシュラだねとかいう言い方をされることを聞いたことがあって、それは一体何を指してるの？わからん。あ、そう。人によって違う。そう。でもっと言うと、その今日は出てきてないけど、その左右の位置もね、真ん中に当てるべきだってやっぱり考え方が根強いけど、それも僕は根拠が見当たらないというか、まず実事例見たらみんな大概真ん中よりちょっとずれてるし、めちゃくちゃ外側についててもすごくうまくいってる人がいるわけで、でもその時点で真ん中以外は良くないっていう主張はもう崩れてるわけですよ、ね、可能性があるのは、可能なら真ん中にした方がいいっていう主張は まだ崩れてないわけですね。でもその間接的であれ真ん中以外を避けるべき、できれば避けるべきっていう雰囲気とか文脈を持たせた時点で、その人にとってのベストの吹き方から遠ざかる影響を与えないかなって思っちゃうので、だから僕としては真ん中の方がいい、できれば真ん中がいいっていう言い方もしたくないというか、真ん中の何が偉いねっていう感じ、真ん中に神棚でも飾るのかっていう、これ言い過ぎですけどでも僕のこの考え方とその見方からしたら、別に真ん中じゃないとこにあるからって言って変なアンブシャーとは捉えられないとこまで考え方が行きました。別にそこでいいやというか、だから結構本当にうまくいく場所を探す過程でかなり右にずらす、左にずらすってことをずらしてみるってことでレッスンの中で試すこと多いです。で、最初の一言はだいたい、こんなに右こんなに左って、でも音どこって聞くとめっちゃいいですとか吹きやすいですね、機能する場所はどこかってのを探すわけですね。で、綺麗なアンブシャーだねという発言の背景にあるのは、ある種のこう最大公約数的なビジュアルイメージの平均とかかもしれないので、その感覚からいくと結構端っこにあるのは綺麗じゃないっていう人もいるかもしれないし、でもね、同じ綺麗なアンブシャーだな発言でも一般的にはなんかいいっていうフィードバックを受けないような見た目の人のアンブシャーに関していいアンブシャーだねって言ってる人もいたりもするので、かなり個人によって変わりますね、発言主によって変わる。なので、何を根拠にどういう基準で言ってらっしゃるのかによって変わるっていったところだと思います。答えになってますか、ですね。
まあ、その真ん中の方がいいという根拠でよく見かけるのは左右のその顔の筋肉のバランスが整うからとか言うけど、データを見たことない。それを支持する医学的な。でそれもあのそもそもの筋肉が均等についてるって前提になってるし、それも本当顔って左右そんなに左右対称じゃないしとか、なので、まあ、論理的に考えた場合僕は懐疑的になります。で懐疑的だったとしても真ん中に拭いた方が、あるいは真ん中に矯正した方がこの程度うまくなったみたいなデータが出てる場合、僕はそっちの自分の気持ちよりかはそっちのデータを信頼することになりますけど、あんまりそんなデータは、まあ、取った人いないんじゃないかなと思います。なので、そういう客観的なデータがその辺はないとするならば、僕は何を基準にするかっていうと、うまくいく吹き方を見つけよう、探そう、守ろう、育てようっていう基準から考えてるので、そのうまくいく吹き方を探す指標になるっていう点で、このアンブシャーテープ、アンブシャーモーションの研究は自分にもレッスンにおいてもすごく役立ってて、本当にアメリカでこういうことを見つけてまとめてくれた人がいてありがとうございますって感じですね。はい、よし、大体理屈講義としてはこんな感じなんですけど、まだちょっと時間はあります。何か質問、コメント、要望ある方いらっしゃいますか。はい、アブシャーモーションの左右の移動量なんですけど、まあ、習熟していくほど、まあ、短く基本的にはとされてます、ね。はい、それがものすごいでもいい音が出るなら OK っていうような感じで、そうです、そうです、うん。移動量を減らすことを目的とする必要はありません。それは習熟によってなんか修練されていくそうですね。っていう面もあるし、はい、その移動量をこう減らす目的はうまく拭くためなので、なんていうのかな、その移動量を減らした方がうまくいくならそうすればいいけど、はい、移動量を減らす、移動量を増やす、移動量を変えないって3つの選択肢が比べた時に一番いいやつを選びましょうっていう考え方をしておいた方がいいので、さっきの話とちょっと似てるけど、ほんの1ミリでもできれば移動量少ない方がいいみたいなニュアンスを入れない方がいいんじゃないかなと思ってます、論理的にはね。もちろんその跳躍を先ほど実演いただいたように、オクターブ跳躍が今の方だけれども、はい、もう少し小さくなった方がなんかいろんなパッセージに対応できそうじゃないですか。そんな気がするここやるよりも今の方がいいような気もして、でもそんな難しくないよ。うん、まあ慣れとかもあるんですよ、うん、だから多分本当にそれによこれしながらこれが本当にやりにくいって確実に感じた場合から話す話ですね、それは、うん、多分今のここの話の今の流れだとまだイメージの段階だと思います、はいはい、ここがたくさん動くのは吹きにくいとか他のことがやりにくい、うん、でも比べてみたことある、結局うまくいくのどっちっていう、うん、っていう考え方ですね。今日の講座の全部 の, その基礎として使っている論理といいますか、うん、だけど違う論理がもちろんあっていいので、なんていうのかな、今日の話はぜひ批判的に聞いといてほしいと思います。あるいはこういう考え方の有効性とか利便性はどこまであるかな、役に立つ範囲で取り入れるということが聞く側の基本として考えておいてもらえればだけど、なんていうのかな、僕が接してきた中では一番いろんなことの辻褄が合う全体的なそのアブシャに関する見方で、
予測もいろいろできて、その予測が当たる率も高いし、だけどさっき言ったようにこの理論で言うと、下唇の振動が多い人が上唇の振動を増やそうとしたらうまくいかないっていう話になるはずなのに、実際のところそれでうまくいってる人はいるのは事実なので、100% 本当ではない。何かちょっと見落としてることとか、推測でした話と事実どうかっていうところの区別が曖昧になってる、この理屈の中にはあります。でもそれが理論っていうものです。理論と現実の整合性が高ければ高いほど便利な理論、でも完全に整合しないからこそそこを含める新しい理論を作れたらもっと全部に便利になりますよっていうことですね。だけど現時点ではこの理論が一番いろんなことを説明可能になってます。この半絶内絶粘膜総合っていう国とか楽器の文化の違いをこうやって共通して見受けられる誤解を解く、理屈にもなるのでですね。よっしゃったな。今日ね、宿の人に、まあ、毎年来てるから初めて実は来たのは僕18か19の時なんですよ。ホルンの合宿で自分の師匠がやってて、その時から覚えてくれてるんですよ。さっきちょっとコップ貸してください、シャベルさん、あ、違う、バジルさんって言われて、シャベルって今までパセリとミントとハーブさん、レモンさんとかいろいろ間違えられた。N 教の菊本さんは高校生の時から知り合いというか、で、なんか何年か前、年末に必ず電話がかかってくるっていう3年間だったんですよ。なぜかで取ると、あ、ミント君って言われて、これは確信なんですね。毎年違うの言って、ね、パセリ、ミント、ハーブは全部聞くもんですね。でもね、なんて言う人やったっけ、ハーブさん、ハーブさんみたいな言ってる人がはいた。でも喋る君は初めてです。こっちなのか。じゃあ、終わる前に何か、確認しておきたいことで質問とかありませんか？この理論の研究者、提唱者たちより僕が個人的に着眼してる、強調してるのが特に最近なんですけど、左右先に見つけちゃえっていうのがは、オリジナルの人たちはあんまり言ってない気がする。1対1のレッスンの中でやってるのかもしれないですけど、今日は2回ありましたね。左右って言います、3回ともそうか。左右とりあえず先にはっきりさせたら上下が分かりやすくなる。これはちょっと僕の感覚の部分で進めてまして、はい、じゃあちょっと早いけど終わりましょう。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。